ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。3位チェスト鹿児島ですね。結構勝ってます。そんなに能力値が高いわけじゃないんですが、なんか勝ちに恵まれてますね。ただ前回のクラウカリバーザーを5対0でコテンパにしてます。ということで今回もしっかり勝っていきたいと思っています。モナコが疲れてるのか、サクラも入れておこう。ウガーカーを入れて、油断しすぎですね。もうここ負けること許されないのに、程度でいいや。さあスタートです。勝率はこちらが圧倒的ですね。何位で見てるの、順位では完全に見てないかもしれない。前回のタイトルかな、圧倒した。まあそれ以外は負けてなかったっけ。まあ勝ってるんですよね、この鹿児島。何もならない相手だって思いますが、最初からやばい。もう気候にもならないですからね。さくらやっぱりなんか遅れてますね。何でか、つらい。選手権しっかり唐突に2度入れていきました。チェスト鹿児島の先制です。当たって、それが緑だ。キーパーそんなに強くないな。さあ、点を取ってもかかわらず課題をいただいてしまいました。どうしたんだ、サラチャーってやばい。おー、危なかったな。ゴール前までは攻められます。おっと、危ない。同点をつかめた。本当それ。さあ相手は3位のチームです。無駄はならないが、足は結構速いみたいですね。緑当たった。ノルカの選手はドリブルで自分で持っていってもいいかもしれないですね。今のセンタリング、これはキラーだ。ここの速攻が怖い。もうサラサラって当たってる。ミオ、おっと危ない。おお、結構危ないシーンが落ちます。リモが直接持っていた。うわっ、あら、どうした、何があった。クリバーシです。クリバーシが退場？副総選チェンジです。これはイエローカードありません。さあピンチです。まだピンチは続くが、サヨが抜け出した。前半終了です。さくら無理だ。
前衛は基本変えません。さくら交番です。さすがに勝ちに行かないといけない。チャンス食らった。2点目、再び勝ち越しです。ちなみにパスが決まっている。緑が自分で突破しようとしてるぞ。エリカ3点目を見て2点差になりました。もう緑が投げ込もうとしてて、その対にいいと思いました。これ交代枠を使い切ります。さあ相手もより攻撃的布陣になってきました。危ない。あー、1点差をつかめた。本田戦です。センターの柏が決めましたね。この後また1点取って突き放さねば。サチコさんは流れてしまった。これは痛い。まだ守備は戻ってきてなかったからチャンスだったんですが、答えをこう使い切っております。あ、やばい。うわー、コーナーキックだ。夏木がキャッチ。なんだ戦のムード。何やってるんだ。しっかりボールはキープしなければいけません。幸子は取りましたね、自分で。流れは良くない。おっと、なんでこう反応がボケるんだ。まどかスーパープレイ、試合終了です。なんとか1点差に逃げ切った。開始早々クラーカリバーズの緑が決めます。マドカからスルーパス、パス位置も良かったですね。ただもうすぐに同点に追いつかれてしまった。この栗林の接触プレーなんかで運ばれてしまいます。
前半最後、これは危なかった、これは危なかったですね。本当に後半早々結果的に決勝戦となりました。さやから緑、節子からさや一気に抜け出して、そこを緑躊躇なく消えました。さらに後半13分、まどかからそうです、緑がこう頑張ってエリカがボールが渡って決めましたね。なんかセンタリングを見ようと、これです、緑の粘っこいプレー、そこを恋玉エリカが取ってます。後半21分です。いますね、やばい予感したんですけど、テスト保護者が超攻撃的不利になってきました。高いな、腰ちょっと危ない、チャンスあったんですが点を取る、ここで試合終了ということで、シュート本数は枠ならこちら上回ってますね。ということで3対2で勝利です。クラーカリバーズは2位です。今瀬大阪は6点差で追います。筑波長間以下は8点差につきましたね。外国人やらないとな、外国人やったら高くつくんですよね。そうか、次の試合はそうです、一周お休みです。スカーテン選手今ないですね。ご覧の通りかなり A が増えてきました。この調子でより選手の能力を上げていきたいと思います。今回はここまでです。よろしかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。またブログ、ツイッターのアドレスも説明欄に書いております。こちらもツイッターのフォローぜひお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。